中島正人は、日本の政治家。参議院議員、山梨県議会議長、山梨県議会議員を務めた。山梨県甲府市出身。山梨県立稲崎高等学校、拓殖大学小学部卒業。大学卒業後、山梨県立高等学校の教諭となる。1979年の山梨県議会議員選挙に立候補し初当選。3期務めた。 在職中、1993年12月15日から1994年9月29日まで議長を務めた。1995年の第17回参議院議員通常選挙で山梨県選挙区から自由民主党公認候補として立候補し、現職の磯村治や新進党の赤池信明を破り初当選。在職中は、 自民党山梨県連の会長を務めたほ九1998年に発足した小渕内閣では大倉政務次官2003年の小泉再海蔵内閣では内閣府副大臣に就任した。しかし2005年の郵政解散を発端とする第44回衆議院議員総選挙では県連が態度を曖昧にしたことにより党本部との圧力を招いたことから選挙後に 県連会長を辞任。2007年5月に県連会長へ復帰したが、健康面に不安を抱えるようになったため、同年7月の第21回参議院議員、通常選挙に不出馬を表明し、政界から引退。引退から1年後の2008年5月18日午前2時2分、肝不全のため、甲府市の病院で死去。73歳暴痛息子の中島勝人は、 衆議院議員である。上級優勢選挙における対応のまずさをはじめ、鈴木宗男による現金問題や西松建設による政治資金規制法違反の時も名前が出てくることなど疑惑が絶えない状況が続いていた。自民党と対立する民主党議員ではあるが、同じ元教諭という間柄から腰シイシと中が、よく山梨県知事選挙では共に、 山本義彦を支持して共闘しているほか、山梨県教職員組合の政治献金問題が発覚した際には、コッ氏と中島がバーターで参議院選挙に取り組んだと報道されている。ただし、コッ氏とのバーターについては事実無根であると反論し、その後の取材を一切拒否している。一方で、同じに紫高校出身で自民党議員だった。 横内正明とは何かと対立していた。2003年の山梨県知事選挙では、堀内光夫とともに、横内を批判し、対立候補で民主党から推薦を受けていた山本義彦を支援したため横内は、落選、また翌2004年の第20回参議院議員、通常選挙に関しては横内が自民党からの出馬を表明したのにもかかわらず、県連会長として、これを認めず、 自民党は、山梨県選挙区での公認候補を断念する事態となり、コ石氏の圧勝をサポートすることになった。2007年の山梨県知事選挙においても当初の不出馬の確約を保護にして、出馬を表明した横内に対して、県連を分裂させる行為であると批判し、自分の後継者としても難色を示すなど、その後県知事に当選した横内のもとを訪れ和解を、 アピールした堀内に対し、中島と横内との関係は最後まで改善されることはなかったが、中島の没後に横内は会見で哀悼の意を表している。ありがとうございます。